お初にお目にかかるでごわす。前回の配信で納豆は寝る前に食べるのがいいと見たでござんす。それがしが追記するでごわすが、やばいなこれ、寝る前に米を食うのに抵抗がある場合はみじん切りした玉ねぎを米のように納豆を混ぜて食べると玉ねぎの相乗効果も合わさって健康になるでごわす。あーはいはいはい。生の玉ねぎは辛いのでレンジでチンして、あたたたたたた、ほわた、北斗百裂拳、めたためたみ玉ねぎと納豆を混ぜて食べるのがいいでごわす。しかしおねむが一番なので最低でも5分は寝るでごわす。5分でいいのこれ。ちょ、なんだよこれ最後のやつ。5時間って書けよちゃんと。5時間かっこ分、ひどすぎるな。これも怪文書でしたね。なんか健康を気遣った文章なのかなと思って読んでたんだけど、これ全然頭に入ってこなかったよこれ。とりあえずなんだっけ、何をするんだっけ。ちょっと待って、もう一回まとめていい？寝る前に納豆を食べるといいが、寝る前に米を食うのに抵抗がある場合は、みじん切りした玉ねぎと納豆で食べるといい。あーはいはいはい、玉ねぎなんか家にねえけどな。玉ねぎが家にあるのは料理をするやつだけなんだよ。そうですね。まあ5分以上寝てくださいということですね。はい。お便りがいただきありがとうございました。